どうも、Dチャンネルです。以前の動画でですね、卵の白身とブルーハワイを掛け合わせて青いオムレツ、それを作ろうとして失敗して青いスクランブルエッグを作ったわけなんですけども、その際に余ったこの黄身、これをですねどうしようかなと思ったんですけど、最近のトレンドでその黄身に醤油とか味噌とかを上からこう入れて味が染み込んでちょっと硬さの増したその味付け黄身みたいなのが流行ってるんですよ。ただそういう漬け込み系の卵黄って甘さを効かせたやつってあんま効かないんですよね。そこで今回はこのブルーハワイ再び出てきました。これを入れて漬け込んだらどんな感じになるのかっていうのを見てみたいと思います。完全に使い回しですね。ただね、正直白身のスクランブルエッグの時は結構うまかったんで、これも意外といけるんじゃないかなと思うんですよね。そんなわけでもう贅沢にブルーハワイをわーっとかけまして、そんで上からラップをかぶせて全体にまんべんなく浸かるようにして、さらにここから容器の蓋をしまして、これで冷蔵庫で1日か2日置いておきたいと思います。さあ、あれから3日ほど漬け込みました。通常の漬け込み卵だったら今ぐらいがちょうどいい塩梅なんですけども、一体どうなってるんでしょうか。まずは蓋を取ってみます。ラップをね、上にこう密閉させたんで、この密閉してるところは黄身の黄色い部分が残ったまんまですけど、それ以外の部分が一体どうなって、うおー、ラムネの匂いがしてきた。それじゃあラップも取り除いて、あ、いいですね、黄身固まってますね。ていうかこの液体全体がなんかトロッとしてるんですけど、これ何なんですかね。それじゃあね、早速1個スプーンですくいまして、じゃあ小皿に分けてみますか。じゃあちょっとひっくり返してみてどんな感じに変わっているか、せーの、よいしょ。おー、なんかドス黒いな。見栄えはまだ表面の方がちょうどいい感じですね。ちょっとじゃあ中身の方も割ってみますか。あ、中は従来の黄身の色のまんまですね。っていうか硬っ。あれ、漬け込み卵と黄身ってこんな硬かったっけな。結構力入れてこう箸で裂いてるんですけどね。あ、やっと裂けた。この黄身の部分だけ見たらなんかすんごいうまそうなんですけど、周りの液体の色がねやっぱブルーハワイなんで、うん、ちょっと怖えな。それではね、ブルーハワイに漬け込んだこの卵黄が美味しいのかどうか、ちょっとね実際に食べてみたいと思います。皿の残った色合いもまた独特ですからね、ちょっと勇気いるな。よし、いただきます。うん、もう卵黄とソーダ、それが掛け合わさった味なんですけども、自分的にはありかもしれないですね。その黄身の濃厚さとそのブルーハワイの甘みがですね、それで冷蔵庫で冷やしてあるんで、感覚的にはアイスクリームを食ってるような感じに近いですね。それで飲み込む時に卵黄の風味がふわって香るっていう、この間作った青いオムレツとはまた別の味わいですね。どうなんでしょうね、こういったのを例えばホットケーキの上に乗っけたりとかしたらいいのかもしれないですね。ただ思った以上にこのブルーハワイの青い色素っていうのは染み込まなかったですね。卵黄っていうか油分だと染み込まないとか、そういう感じなんですかね。ただこれね、食べてみたら病みつきになる味なんで、ぜひとも皆さん試してみてください。